顔も楽しみにしていた給食の時間が来ました。今日はちょっと肌寒いので美味しそうですね。けんちんうどん、そしてはんぺんの磯辺揚げ、デザートは嬉しいプリンです。はい、ね、あったかくて美味しそう。はい、それではいただきます。いい匂いします。よいしょ、よいしょ、お、つるるね。はい、いただきます。よいしょ、うん、もちもち、あ、もちもちで、あったかくて美味しいです。今日はけんちんうどんなので、お野菜たっぷり、人参とか、これは大根、それから鶏肉も入ってました。あ、お芋も入ってます。お豆腐、あ、ごぼうも発見しました。ネギかな、ね、美味しそう。どれも一口サイズ、ちょっとちっちゃめなので食べやすいです。ね、食べてみます、うん、なんかこう海苔の香りがして美味しい。おつゆに浸して食べても美味しくて、つい無言になっててしまいました。気がつきました。喋ってなかった。
しい。なんか歯ごたえがいいですね。このはんぺんの磯辺揚げ美味しいです。豆腐もちっちゃい、食べやすそうなサイズで、うん、すごく味が染みてて美味しいです。今日は寒いのでちょうどいいですね。このけんちんうどんがね、とっても美味しくいただいてます。うん、子供たちもこのけんちんうどん結構好きで、おつゆまで全部飲んじゃう子もたくさんいるんですよ。しょっぱすぎないんですけどね、美味しいですね。おつゆのあるうちに浸しておきましょう。はい、で私はこのこうやって浸して食べるのが好きです。そういえばこのはんぺんが磯辺揚げになってるのは初めてかな。いつもなんかちくわとかがね磯辺揚げになってることがあるんです。うん、体が暖かくなってきました。ほかほかしてきた。具沢山でいっぱいで食べても食べても
品食べたいと思います。しょっぱい後にこの甘いプリンはもう最強の組み合わせだと思います。でじゃーん、子供たちのこと言ってられません。私もおつゆまで飲んじゃいました。そして磯辺揚げも、はい、空っぽです。もちろんデザートも空っぽです。はい、今日も美味しくいただきました。ごちそうさまでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録、よろしくお願いします。